三章とは、伝統中国医学におけるロップの一つ。胸椎1と、胸椎2の輪切りにした部位を1章、胸椎2と、胸椎3を2章、以下順に数え、潜椎4分と、潜椎5の部位を21章として、全身を表した。大まかに横角膜と腹膜をもって、人体を3等分に分け、7章、14章、21章を区切りとし、上章、中章、下章とした。 これをもって人体の全身の機能を表した。ふとしての参照は以下に記す。中造卿曰く参照者。人の三元の木なり。総量五蔵六部。AAK 落内外左右上下の木。参照通り即内外左右上下皆通。そのおし味鑑定。罠内、月外へ左右,右しろべ上線へ爆大をこれ。ふとしての参照は、上昇、中昇。 歌唱の元気を要し、その元気は、五臓六腑、境守る、経落、人体の最深部から体表まで頭のてっぺんから、足の先まで、左右の手先まで、全身すべてに行き渡る。ふとしての参照は全身に通じておりその元気は、めぐって、全身内外左右上下すべてを、管理統括する。南京八南所十二経脈者、皆慶応世紀の原。 いい十二教の根本なり、いい人間の動機なり。この五蔵六部の本、十二経脈の根、呼吸の門。三章の原、一名主横島の神、古記者人の根本なり。十二経脈は、正規の原に関わっており、十二経脈の根本をなす。人間の動機とも言う。正規の原は、五蔵六部の本、十二経脈の根、呼吸の門である。これは、 三章の腹で人の生命活動の根本である。五蔵六布の本とは、森林派系を、十二経脈の根は、朝林派系を、呼吸の門は、輪波陰リンを言う。平水盆有変人号暴行。暴行者、神駅の船り。商用俗人、尋常連敗、故障良像。三章者、中う手の船り。水道連。俗暴行、絶古の船り。人は、 膀胱と表裏をなす。人の力によって、水濃くより生じ腹水として蓄えられた過分な、水分は膀胱に染み入り蓄えられ、体外に排出される。参照は、管の符で人から登って肺に連なる。人の力によって、流れ行く参照の原理は義を活性化される。よって、参照も、人と膀胱に属す。人は水をつかさどる。参照は、 生命の元である元気を養子特別の符とされる。五臓六腑の一符としての参照は、静脈のバイパスとして、組織液の運搬に関わる。病態四人参照の原疑は、免疫抗体作用と食作用をなす。符としての参照は、全身を表す参照と混同されやすく、符としての参照は上、中、過小に分布はするがそれらの整理機能とは何ら、関係はない。病態事故。 免疫疾患膀胱酸症人気熱血には、水道人体の気とは酸症の元気を言う。家えい強豪のうちの元血は酸症の元気を表す。ありがとうございます。